ただ毎日毎日お白湯ばっかり飲むっていうのもまあ飽きますよね。お白湯ダイエットに興味があるんだけれども、毎日そんなにお白湯ばっかり飽きそう、そもそも続かなさそうという方結構いらっしゃるんですね。そこでこの動画をご覧いただきますと、効果があるお白湯ダイエットを毎日楽しく続けることができる方法を今からお伝えしていきますね。そもそもそのお白湯のダイエット効果なんですが、こちら。一つ目、内臓が温まることで、その働きがですね、内臓の働きがこうどんどん良くなって、特に腸です。腸の働きが良くなって、その痩せる効果がまあアップするんですね。二つ目、その、食べたものを消化、そして代謝に変えるそのエネルギーもアップするんです。3つ目、脂肪を燃焼することができます。4つ目、老廃物をデトックスする効果もアップしまして、結果5つ目、むくみも改善しますから、見た目もスッキリと、まあ、なるわけなんですね。で、このお白湯の、まあ、このダイエット効果、さらに詳しくお伝えしている動画があります。その動画の中で正しいお白湯の作り方、飲み方もご紹介しておりますので、この動画をご覧いただいた後に詳細欄にリンクを貼っておきますからチェックしてみてくださいね。で、今回はそのお白湯ですね、私のクライアントの方もですね、このお白湯のダイエット効果を私がこうお伝えしていたらですね、先生私ねお白湯苦手なんですよねっておっしゃる方結構いらっしゃるんです。だって味がないじゃないですか、お水もそうなんですけどって、お白湯とかお水ね、私その苦手なんですよね、いっぱい飲めないんですっていう方結構多くねいらっしゃるんですよ。で、そういった方のために、またあなたのためにですね、そのお白湯ってすごくやはりねダイエット効果大なんです。この効果を味方につけないのはもったいないですよね。そこで今からお伝えする4つの方法を使って、あなたは美味しくお白湯ダイエットを毎日楽しく続けることができるんです。では1つ目いきましょう。お白湯のベースの作り方はその別動画でチェックしていただいて、まあ、作った後そのお白湯にアレンジしていけば OK なんです。まず1つ目こちら、蜂蜜です。この蜂蜜を使うことで、まあ、お白湯のダイエット効果プラスそのむくみももっともっと改善することができるんですね。で、この蜂蜜は、腸内細菌、痩せ菌といわれる善玉菌の、まあ、その腸内に長くとどまってくれるすいませんとどまってくれるそのオリゴ糖が豊富に入っておりますので、ぜひぜひお白湯プラスこの蜂蜜もアレンジで美味しく召し上がってみてください。で、目安はですね、 150ml のお白湯に、まあ、約小さじ1を入れる、そのぐらいの量がまあベストですね。では2つ目いきます。レモンです。私が使っているのはこちら、もうレモン果汁になっているこう瓶詰めのものですね、こちらを使います。で、レモンを使うことでその疲労回復であったり美肌にも効果が出ますので、お白湯プラスレモンも美味しいです。で、カップ1杯に、まあ、約レモン果汁適量入れまして、プラスここにですね、自然塩、天然塩ですね、無添加のそのマグネシウムなどのミネラルが残っているお塩をちょっと一つまみ入れると、その今からこうどんどん暑くなりますよね。もう夏も本番、もう夏、まあ、目前控えてまして、こういった時にそのスポーツ飲料のまあ代わりにもなりますよ。お塩とレモンとお水、お白湯を入れることでスポーツドリンクの代わりにもなりますし、しかも痩せるというですね、もう一石何鳥もありますので、ぜひぜひお白湯プラスレモンも試してみてくださいね。では次3つ目いきましょう。はい、こちらです。生姜です。生姜はですね、もう温め効果が絶大ですよね。腸内環境にも二重丸ですから、その内臓をまず温めるということの効果がもう生姜が一番いいですよね。で、その時にお白湯プラスその生姜のスライス、こういった生姜がありますよね、これをこうスライスしたものを、まあ、大体2、3枚入れてお白湯を作っていただければ OK です。それを
お白湯を作るときですね、生姜を入れられないっていうそのゆとりがない方は、あの生姜が入ったこうチューブ売ってますよね、生姜チューブでも良いですし、生姜パウダーをまあ入れてもいいと思うんですね。だから生姜チューブの場合はまあ小さじ1程度、生姜パウダーの場合はもう大さじ1程度入れて召し上がれるといいと思います。では最後4つ目です。こちらオリーブオイルです。お白湯にオイルってね、あのびっくりされる方もいらっしゃるかもしれませんが、すごくいいんです。何がいいかというと、もうあなたのその内臓、まあ、特に腸ですね、腸が綺麗ではないと何をしても痩せることができませんから、その腸を綺麗にして、しかもその排便効果、便秘改善ですね、もうすっきりデトックスするためにはオリーブオイルすごく効果的なんですよ。私もそうですけれども、だいたい1日に目安は、まあ、大さじ1程度、まあ、ティース、あのスプーン1杯程度と言われてますけれども、まあ、この時はお酒で飲みますから、お酒のまあコップ1杯に対してオリーブオイルを小さじ1程度入れて、温かいうちに召し上がってくださいね。冷めてしまうとちょっとこうオイルが浮きやすいので気をつけていきましょう。入れてしっかり混ぜて温かいうちに召し上がってくださいね。で特にこれ朝一番に飲んでみてください。もうなんかすっきりするんですよ。やはりこれはですね、朝一番飲む理由はこの臓器、まあ、内臓が空っぽの時にそのお白湯プラスオイルを入れてあげることで、あなたの内臓をこうしっかりこう洗い流してもらう効果があるんですね。ぜひぜひ試してみてください。さあいかがだったでしょうか。ただのお白湯でももちろんダイエット効果は大きいんですけれども、ただ毎日毎日お白湯ばっかり飲むっていうのもまあ飽きますよね、まあ、どんなものもこう過ぎてしまっては、まあ、飽きてしまったり続かなかったりしますよね。そこで、まあ、お白湯プラス時々このアレンジメニューですね、こちら特殊ですが、1蜂蜜、2レモン、3生姜、4オリーブオイル、この4つを上手に、あの日替わりドリンクでもいいですよね、美味しいと思います。そのように工夫していただいて、あなたはこのお白湯ダイエットで腸がピッカピカに綺麗になって、どんどん健康的に綺麗に痩せることができます。さあ、あなたご自身とそして周りの大切な方々のためにこのお話どんどんシェアして差し上げてください。そしてこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。